い、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワープロ2018ペナントレース、今回から日ハム戦ですね、第1回戦目になります。じゃあ試合へ行きましょう。で、新型サンタちゃんがちょっと死んでるね。正宗くんもちょっと先発で調子が悪そうだな。先発をどうする？ T 田中に任せるか。こいつに登板させよう。あれ、ミカミックス、そりゃ死んだんだっけ完全に潰れてんな。で、ショートか。ショート、日野くんは途中から出したいしな。サンタモニカもちょっと守備力に難があるからな。調子は絶不調だけど、サンタちゃんにお任せするしかないか。まあ、これでいきましょう、じゃあ。日ハムと戦えば一応全部と対戦したことになるかな。ブルースタジアムです。高校チーム対北海道日本ハムファイターズ1回戦の模様をお送りいたします。高校チームルーキーの T 岡田マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。どんな投球もないよねまずは1回の表、先頭バッターは西川第9。そうか、こいつシュート回転してんだ。投げた、初球空振り。球速が遅いからね。第3球をスタミナもないし。投げた。うわ、めっちゃ遅い。タイミング合いません。投げました。ボール。さあ、足速っこいつ。よく見たら。打った。サンタちゃん取れるか取れないか。やばいな。こいつの球速だと確実に走られるんじゃないか。警戒せざるを得ないな。いやー、ちょっと打たれてるね。まあ最初はストレート。ストレートはゴール。第2球。おお、田中セイバー怖え。やはりストレートを主体にして決め球に遅い球。ゲー、打たれた。まだアウト一つも取れてないんだけど。ファイターズまずは1点先制。近藤タイムリーツーベース。高校チームなおもピンチが続きます。バッターは4番中田。中田投げました。ストライク。パワーは B か。投げました。打ちました。これは1点献上しちゃうかな。ファイターズリードを2点に広げます。ランナー1人を置いて迎えるバッターはレアード。気もパワーはあるね。少し迷ったか。投げた。ロッテがね、そんなにパワーある打者がいなかったから。ただまあミートは小さいね。ミートがあってパワーがあるやつマジで厄介だからな。これも犠牲フライ。玉三郎に任したか。今のは木野くんでもよかったんじゃないか。もう1回で3失点してるし、スタミナがなくなる。点を取られると3回くらいで降板しそうだな。こいつも速いな。うわぁ、ジャストミートだな。これ以上失点はしたくない。ピンチを広げてしまいました。ツーアウトランナー二塁三塁となりました。清水、チャンスは F。 おお、すげえとこに決まったな。もう追い込んでいます。もう第4球は OK。 打者一巡するとこだった。1回の表が終わって3対0、高校チーム先制点を奪われています。右の噂は登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。一勝一敗か。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。お、絶不調だ。これは畳みかけたい。初球落ちました。落ちるか、落ちない。松本取りました。これでワンアウト、ランナーありません。一球でアウト取られたな。今玉三郎第1球打った。アルボー。第2球投げました。打った。どうだ、これも取られない。よし、玉三郎走るか。いいバッティングを見せました。バッターは3番西野。ちょっとね。第9投げました。
初球を打った。ダメか。ライト取りました。これでツーアウト。タヌキはもう普通に打ってこう。強振開く。投げました。外れたボール。こいつならなんかいけそう。第2球ホームラン。スライダーボール。第3球を投げました。完全に外れたボール。さてストライクを取りに来たところを投げた。狙えない。ここは1球見ます。第5球投げた。打ちました。ファール。第6球をランナースタートを切った。おー、フォアボール。結局外れてフォアボール。フルカウントから選びました。クニちゃんもパワーヒッターもし。投げた。ボール。チャンス B だね。初球、これは初球で狙っていこう。第2球投げた。ちょっと失投多いな。外角高め。やる気がないからね。第3球を投げた。よし。打った強い当たり。入ればどうだ。OK OK OK。伸びていった。さすがよ。8号か。狙ってた狙ってた、完全に狙ってた。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。よし、これで振り出しに戻ったな。同点の第9。こっからの後続のバッターをどうするか。ツーアウトだからね。投げました。危ない球。だいぶ調子を崩してるな。投球は3球目。投げました。完全に外れた。ボール。第4球を投げました。まあまあまあ、でも1回の裏が終わりまして3対3ヒット2本で3点取ってるし、ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは中島。最悪今日は打ち合いになるかもしれない。投げました。打ちました。三遊間の打球、一塁送球。守備面はどうなの。これでワンアウト。ゼフ長の場合って打順のトップに帰って西川、動きとかやっぱり落ちるのかな。1球目ストライクから第2球投げた。いけるか。いけるね。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第9。まあ全然任せられる動きはする。初球から打ってった。めちゃくちゃショートに飛んでいくな。アウト。スリーアウトチェンジ。T 岡田この回ピシャッと3人で抑えています。調子を取り戻した。サンタちゃん1球入魂が発動してない。ゼフ長だから。低め外れてボール。第2球投げた。ただ向こうもな、ゼフ長だからな。スタミナ B の割にはもうすげえ減ってる。打ったピッチャー返し抜けた。サンフランシスコナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。どうだこれは。初球打ち無理か。ライト右へのフライですが取りました。これでワンアウト。ランナーは1塁。ちょっと待ってね。加藤を見る。清水保守。肩は B か。送球は E だね。ただ B 対 C。 ちょっと怖いな。初球決まってストライク。別に俺も盗塁がうまいわけじゃないからね。むしろ下手だし。バットが折れた。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。あれこれリプレイ出るんだ。第1打席はライトフライに倒れています。第9投げた。見送ってボール。ワンダーちょっとやる気あるから第2球一発狙っていこう。打ちました。全然ダメだ。持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。一塁ランナーサンフランシスコ残塁に終わりました。ファイターズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。ミートはでけえな。 B か。近藤第2球投げました。ボール。このスタミナ量でどこまで投げ切れるか。3球目ストライク。次は4球目決める。田中セイバー。すげえな。バッターは4番中田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。怖い。今の振られてたらちょっと危なかったね。内角高めボール。投球は3球目投げました。ボール。外角低め。大体さ球速が遅すぎてさ打った。あんまり緩急つけてもっていう感じなんだよね。ボールを掴みました。バッターは5番レアード。実際のプロ野球選手からすると打ちづらいんだろうな、ここまで遅いと。逆に一巡すれば目が慣れるみたいな。プロだからね相手は。投げた。直球ストライク。ワンボール。それをね追い込んでいます。前回のマリーンズ戦で思い知った。いくら能力がちょっと低めとはいえ、いや相手はプロなんだから。
T 岡田見事ファイターズ打線を抑え切りました。よし、高校チーム、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは玉三郎、危ない球。さあ次の投球投げました。よく見ていこう。第3球を投げました。打った。これはよし、これセカンドまでいける？ボールが転がる、走るんじゃないか。いいね、玉三郎足も速いからね。これね、使いやすいキャラではあるよね。バントしよう。おっと、ここはバントに警戒します。バント警戒されてんね。ちょっと待ってマジで嫉妬多い。第3球を、よし走れ、取りました。送りバント、虹野くん失敗しちゃったよ。タヌキは狙ってくから。投げました、打ちました。こいつ今何本、10本か。それでも、あ、待って振ってしまったよ。掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁か。クニちゃんのいいところはね、ミートがね D あるっていうところなんだよね。初球を打ちました、右中間のフライ、ヒットになります。やっぱね、ミート D くらいあると割とね打ちやすい。ちょっとその分ね、やっぱりパワーとかは少ないんだけど、当てやすいんだよね、やっぱり。さあ追加点のチャンスにバッター、昨日第1打席はライトフライに倒れています。それを考えると平均的な玉三郎くんもどの場面でも使いやすい。バッター追い込まれました。第3球を投げた。あー、これ危ない。際どい球、ボール。第4球を投げた、外角高め、フォークは外れても。こいつもう本当スタミナないな。次は5球目、投げた、打ちました、いい当たり。よし、いけるか。おっせんだよな、刺されるかもしれないな。大丈夫か。バックホーム、よし、 OK。 高校チーム、さらにちょっと危なかった。先ほどのプレーです。ここで、うん、まあそんなに普通の返球だったね。なんかレーザービーム的なものをやられたら危なかったけど、これで2点差か。第2球打ちました。石井ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ブルースタジアムからお送りしております、高校チーム対北海道日本ハムファイターズ。序盤終了しまして5対3、ゲームは中盤戦に入ります。これ最後まで聞けないんだね、実況の。ストレート決まって、ストライク。第2球際どいところに、よし、2球目ストライク。これで追い込みました。投げました、外れた、ボール。からの田中セーバー、ま、入るか入らないか。ピッチャー返し、抜けた。太田、いいバッティングを見せました。おー、手堅くきたね。これは OK、 儲けもんだな。お、まだバントしてくるか。まあいい、よし、これでツーアウト。ランナー二塁に進みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。インコース高め、ストライク。まずは決めてきました、ボール。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。投げました、打った、これはいけるでしょ、取れる。セカンドから一塁、ちょっとファーストの動きが怖かったな。さあリプレイです。お、戻るかみたいな。よくあれ取ったね、なんか後ろ向いてない。二塁ランナー残塁です。4回の表が終わって5対3、高校チーム2点リードは変わりません。あ、勝った。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。こいつ結構打ちやすそうだな、球種的に。ダメだ、掴んでアウト、ワンアウト。バッターは9番、第1打席は内野フライに倒れています。初球から打ってった、レア掴みました。これで2アウト、ランナーありません。今日はライトフライとレフトフライ、ワンダーも打ってないな。投げました、シュート見送ってストライク。初球ストライクから第2球打ちました。意外に曲がる。3アウトチェンジ。高校チームわずか3人で攻撃が終わりました。ファイターズこの回1番からの攻撃順になります。攻撃が早く終わった。西川ストレート見送ってストライク、投げた。こいつちょっとシュート回転してんだよね、わかんないな。でも1球外してボール。第4球を投げた、合わせられたね。これでね、伸びとかがついてたらまたちょっと違ったのかもしれないけど、緩急のつけ方に。これが3度目のバッターボックス、決まってストライク。1球目ストライクから投げた、見送ってボール。第3球を
投げました。スローカーブ見送ってストライク、追い込んでいます。投げました。振らないね。ストレートは田中セーバーで決めるか。投げました。打った、流し打ち。やはり目が慣れてきたか。投げました。打ちました。粘るな。もう一回田中セーバー投げよう。投げました。おお。ヒット。松本ナイスバッティングです。バッターは DH の近藤。投げた、見送ってストライク。第2球、投げた。やばい、これはちょっとやばい。これはヒットになります。ワンダーの形は無理だ。走られないか。犠牲フライでも1点。しかも4番か。よし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 。これで追い込みました。投げた。高め。直球は外れても慎重にこう。投げました。これは取ってくれ、脇屋くん。ナイス。レッドの前でボールを掴みました。バッターはこのピンチを乗り切る。今日はセンターへの犠牲フライと三振。第2球投げました。もう第3球を投げました。よし、決める。田中セーバー。ストライク。オッケー、これは大丈夫でしょう。あと1回持つかな。すごい軌道だよな、マジで。これ5回の表が終わって5対3、高校チーム2点リードは変わりません。高校チーム、この回は2番からの高打。なんとかな、点は取っておきたいんだよな。打ちました。初球打ち、石井ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックスは3番西野。西野君も今日はちょっと打ってないか。内角低め見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打った、左中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者。今日はどんどん打率が起こっていくな。初球スライダー空振り。第2球投げました。うー、スタンドに入りました。ファール。こいつもな、ミートは悪くないんだけどな。入ってくるね。高校チーム、ピッチャーを交代します。ここで降板か。T 岡田降板。今日2番手としてマウンドに上がります。超遅さ。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは、おい、いきなり失投。第2球投げた、怖え。第3球を投げた。めっちゃ狙ってくんなこいつ。太田、いいバッティングを見せました。バッターは7番石井。初球バント。これはファーストでいい。よし、アウト。ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。第2球打った。これ取れるでしょ。 OK。 アウト。これで2アウト。ランナーは最終的に抑え。マジかよ。打順をトップに帰って西川、今日はここまで3打数1安打1三振。やっぱりコントロールいいっていうのがあれかな。第3球を投げた、決まってストライク。ちょっと失投が多いよね。打ちました。取れる。これちょっとまずくないか。ヒット。いやー、一気にホームへ。二塁ランナー、まあ、言い方はしてるよね、さすがに。1点返しました。リプレイをご覧ください。さて、ここを抑えきれるかどうか。足が速い。うわ、速い。脇谷君の肩を持ってしても無理か。先ほどのプレーです。第2球ちょっと高失投しおった。やはりちょっと点の取り合いになってるな。失投ですね。チームメイトが迎えます。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。まあ、この失投も逃さないところがやっぱプロ野球選手だよね。今日はここまで3打数2安打1三振。流し打ち。西野君 OK。 これで3アウト。6回の表が終わって7対5、高校チーム2点をリードされています。代打はリッキー。おー、リッキー打っていくよ。第1球投げました。スライダーボール。第2球リッキーは基礎能力で勝負。レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、噛みました。これでワンアウト。リッキーってどこだっけポジション。変わったはいいけど。第9投げました。初球落ちました。落ちるか。落ちないか。
これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスにはサンフランシスコ。第9投げました。サンタちゃんのなやる気がなないとはいえ、やっぱ愛で打ってるよね俺の。おおじさんが出てきた。第9投げました。ストレートで押してくるね。まずは見送りました。一塁へ牽制球を送ります。いや走らない、ここは走らない、もう初球走らないと決めた。ボール外へ、バッティングに集中。第3球はインロー、ボール。ストレートで押してくるな。第4球を投げた。うわっファースト左横のフライになりました。中田落下点に入った。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ブルースタジアムからお送りしております。これは守備変えてくるよね。もう守護神が出てきたんだけど。さあここは玉三郎がショートに入って、ユッキーが代打送られたかんね。玉三郎のショートかどうなんだろうな。第2球投げた。うわ大丈夫か。ボールはレフトへ飛んでいきます。噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。守護神何回投げられる。投げられて2回だよなスタミナ F なんて。直球見送ってストライク。投げた、空振り。これで追い込みました。最終回誰出すつもりなんだろう。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。シュッ三球で。こいつすげえ3本持ってる今日。外のボール引っ掛けた、フラフラッと上がった。おい、なんかちょっと体勢崩してるけど大丈夫か。きっちりと3人で抑えています。7回の表が終わって7対5ファイナル。これさ外の球場だとさ毎回花火が上がるのどの球場でも。宮西今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。脇谷くんからか。第9投げました。これは引っ掛けた、サード後方のフライ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ワンダーも打ってないんだよな。第9投げました。初球はストライク。スラーブと第2球投げました。入れてくるね。ストライク。第3球をこれは投げました。引っ張った。いやストレートだっていうのはなんとなく分かったんだけどな、ちょっと早かったね、意識しすぎた。打ちました。これはよし落ちた、走ろう。いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番玉三郎。今日はここまで。いやウエストしてきたか。タッチしてアウト、ボール失敗に終わりました。さあリプレイです。全然間に合ってねえし。第2球めっちゃ外されたかんな。2球目ストライク。第3球を投げた、一つ外したボール。第4球を投げた、インハイ外れてボール。まあしっかり見ていこう。第5球投げた、あこれ打ちました。いい当たり。ボールは玉三郎、お前の足なら2塁まで行けるはずだ。ボールが点々と転がっている。玉三郎よし、2塁も狙う。余裕だったね。いいバッティングを見せました。第6球プロ入り初打席を迎えます。初打席ロック全然性能がわからん。パワーがあるね。パワーヒッター持ちか。1球目ストライクから第2球インコース一発狙ってく。一発で同点だからね。第3球を投げました。見送ってボール。どっちかっていうとちょっとアベレージヒッター的な感じのが良かったけど。打った。ライトへの打球。取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。友澤のメガネしてるね。メガネっていうかサングラスか。結局二塁残塁です。高校チーム、配線処理配線処理、ゴロちゃんが出てきた。第9ゴロちゃん何気に頑張るかんね。初球から打ってった。ワンダー取れるっしょ。噛みました。ワンダーやっぱり動き出しが悪いな、本当に守備力ないから。清水第9投げました。初球空振り、タイミング合いません。投げました、またも空振り。これで追い込みました。投げました、一つ外してボール。投げた、いいね、いいとこ決めるね。バッターは9番中島。バント職人なんだ。ストレート見送ってストライク。投げた。こいつなんで9番やってんの。パワーとミートがないから、足は速いから、なんかもう少し上位打線にいてもいい気がするんだけど、足速い人多いから9番になっちゃうのか。いや取れねえのかよこれ中島ナイスバッティングです。打順は1番に変え、ちょっと外す、もう一回外す。投げた、外してねえし。第3球を投げました。あんまり警戒しなくて。第4球を投げました、打ちました。
左中間へのヒット、ボールは中継、西川いいバッティングを見せました。いや早いな、みんな足早いな、確かに投げました、変化球ストライク、インローへ投げました、外角高め際どい球、ボール投げました、これはサンタいけんね、いいね、アウト、スリーアウトチェンジ、2者残塁、8回の表が終わって4-5-6か、リードは宮城、勝った。8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは DH のダン。第2球。もうこいつさ、アウトになるかホームラン打つかしかやってないからね。ほら。OK。典型的なパワーヒッターだよな。打率はあんまり良くないけど、ホームランの本数は多い。今チームメイトが迎えます。3割はないからね、もう。右のバッターボクサー5番。続け。第9。こいつをノックアウトするんだ。打ちました。あっと引っ掛けた。中島下がっていった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番。昨日。今日はここまで。昨日ちゃんどうしようかな。まあ普通に打つかやっぱり。特に何もないよね。第2球。投げた。ああ今のは当たらなくてよかったな、当たったら確実に引っ掛けてたから。さあ4球目打った、スタンドに入りました、パール。第5球投げた、よし、センターへの打球、センター前のヒットになります。おなんだえこれどうすんの、いいよね別に走んなくて、すげえなんか返球だな、何今の、先ほどのプレイです。いやむしろこいつのあれが見たい、おーっとみたいな、 すげえ真顔なんだけど どういう返球なの今の。ピンチヒッターは日野、よし日野くんは一発いけるからな、意外性持ってるし、意外性打ちました、よーこれは中間へ持っていきました、無理か、ランナー一塁に戻ります、左中間深いところ掴みました、おじさんもいける、ここら辺はもうマジでパワーヒッター揃いだな、パワーヒッターで揃えてきたな。第2球 D あればいける、無理だ全然いけなかったわ。取りました、これで3アウト、8回までが終了しまして7-6、高校チーム1点差まで詰め寄っていますこいつすげえ弱気っぽい感じだな。さあここは守備を変えてくるようです、篠野くんがショートか。さあいよいよ9回に入ります、先頭バッターはなるべくあんまりショートに飛ばさないようにしないと。投げました、見送ってストライク、投げました、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました、投げました、おわ打った、当たりだ、ワンダー取れる、よし、もう点はやれないからね。ランナーはありません、バッターは4番田中、今日2度目のバッターボックス、投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、フォーク決まった、ここはなるべく3人で抑えたい。投球は3球目、投げた、3球目ストライク、第4球を投げた、アウトロー際どい球、ボール投げた、よし OK、 内角低め、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。こいつも一発はあるのか、投げた、見送ってストライク、まず初球は潰して、投げた、打ちました、よし追い込んで1球外す、三振男、投げました、もう三振男もねフルカウントになるとなくなっちゃうからね。投げました、オッケー、低めのボール、これは日野くんでも大丈夫でしょう、余裕があります、余裕余裕、アウト、スリーアウトチェンジ、真島中軸をピシャッと三者凡退に仕留めました。9回の表が終わって7-6、ファイターズこの回無得点です。鍵谷交番、トンキン、全然知らんやつだな。最終回1点差でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。脇谷くんも3割を切ったか、外れた、ボール。第2球、ツーシーム持ちか、154キロ、投げました、球速はそれなりに速いね、奪三も持ってるのか、投げました、見送ってボール、投球これから5球目、どうだこれは、よし、最悪ダイソー出してくれてもいいけど、いいここで決めるから、さあリプレイです、いいバッティングしたね、代打か、はない、わからんここはよく見よう、FD、
何なんだろうね。ちょ、弾道は4あるけどさ、ちょ、一発は狙いたくないな。まあ、つな、いや、あー、バントもちょっと考えたけどな。最悪だ。ごめんね、花井くん。一球でゲッツーにしちゃったよ。玉三郎、頼む。無理か。取りました。ゲームセット。高校チーム1点差に届かず敗れました。やっぱりね、ちょっと点の取り合いにはなったけど。さて、今日のヒーローは勝利投手のクモン。クモン。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように、7対6、高校チーム1点差で敗れました。勝利投手はクモン。あれ、クモンってあれじゃないよね、先発じゃないよね。チーム残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でブルースタジアムよりお伝えいたしました。これは合わせられたやつか。ちょっと1回でね、一気に打たれすぎたよね。あ、ここでなんとか同点のスリーランホームランが出たけど、まあ、最後の方はね、結構重量打線で攻めてきたんだけど、これちょっとファーストがもたついたやつか、これね。球といえば球は異常なんだよな。これはいいところに打たれちゃったね。逆転スリーランか。失投だったっけこれ。でソロホームラン、まあ、ここでね1点差には近づいたんだけど、もう1本出なかったね。あ、ここでもう1回に戻ったか。今のところホームラン王みたいなのってどうなってるんだ。うちのくにちゃんもまあ打ってるは打ってるからね。8号、たぬきは11号。わ、 1.5 ゲーム差か。お、ノリノリになった。玉三郎もノリノリになった。おお、捻挫から回復した。そこら辺はなんだ、記録室とかで見んの？ちょっと見たい。リーグ記録でいいの？順位表、個人成績、野手記録。あ、これはこういう記録ってこと？いや、そういう記録じゃなくてランキング的なの見る。玉三郎4割3分8厘。木野くん打ってるね。どうやって見るんだ。こっちか。本塁打、これを並び替え。あー、たぬき11本、くにちゃんが8本、柳田が7本。かここら辺か。7本6本あたりが普通の人たちで行くと打ってる人たちだね。まあ、中田くんっていうのもあれだけど、中田選手も7本打ってんのか。 T 岡田。うちにも偽 T 岡田がいるけど、 T 岡田も本塁打打つ人なんだ。全然わかんない。マリーンズ全然いないよね、やっぱり。どこ、ようやく出てきた。井上の3本があれか。うん、 F の C だからね。それでもやっぱりそう考えると、
あんまり怖くないんだよな。ホークスが怖いんだよね。だからやっぱり柳田がいて、ここら辺にいて、あとここら辺もな、結構打ってるからね。まあ、打撃に関しては現在こんな感じですということで、ちょっと2位に落っこってしまいましたけれども、まあ、残り2戦ね、取っていければまた首位に返り咲けると思いますので、まあ、次回もやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。